ダンと。あ、で、ここでエアーで行けるから。あ、なるほど。これで拠点はまあ作れるっぽいな。はい、皆さん、こんにちは。こんばんは。ユーロです。七味地鏡チャンネルをご覧いただきありがとうございます。はい、実質今日までになってますが、はい、ネクストフェスですね。またちょっとやっていきたいと思います。はい、4作品目かな。はい、ザ・プラネット、クラフターをやっていきたいと思います。まあ、これ自体はですね、ネクストフェスで初めて、体験版が遊べるようになったわけではないんですけれども、まあ、ちょっと載せられていた中で、なんか面白そうだったので、はい、こう何もない惑星にですね、こんな感じで、緑地化していったり基地を作ったりとかしていく、ゲームでですね、まあデモ版なんでそこまでこう遊ぶことができないかもしれないんですけれども、はい、ちょっと触りだけプレイしていきたいなと思います。データを読み込んでいます。はい、じゃあやっていきたいと思います。プレイ、ニューゲーム、あー、これか。ロードしましょう。はい。あ、いきなりかい。しかも音がないぞ。これ。あー、音はあるのはあるのか。BGM、マスターボリューム100、100、100になってるな。あー、音あるか。さあ、何もないところに掘り出されましたが、キャプチャートゥーテキストで相変わらず、やっていきますけれども、はい。まあクラフト、はいはいはい、コンバット的な感じね。はい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 。でオープンストレージ、はいはい、ここにどんどんやっていくのかな。まあとりあえずなんかオキシゲンとかあるぞ。なんか飲んだぞ、今。ああ。はいはい。なんかよくわかりませんが、とりあえず外出ましょうか。ああ、これで集中するのね。まあ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 。失礼しました。めっちゃ荒削りだな。アイアンとかめっちゃ、すごい都合よく落ちてるもんだな。鉄、あ、これなんだ。コバット、コバルト、コバット、コバルト。めっちゃなんかすごいわかりやすく落ちてる。アイス、アイス、マグネシウム、マグネシウム無理なんかよ。おい、あ、やべえ、O2がね、え、一旦帰らないといけないんじゃない、これ。やばい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 。やばい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 。はい。危なー。ここに帰ってこないといけないのか。なるほど。だからこう、収集、マグネシウム無理か。多分そういうことだね。あ、あそこになんかあるぞ。あれはでも、ストレージ開けてくださいと言わんばかり。はいはい、ここに全部入ってんじゃん。あ、ストレージがいっぱいなんだね。なるほど。はい、でオキシゲンをこれやると 100% になってくれるんだね、ちゃんとね。で遠くに行けると。なるほど、オキシゲンで。マップは出ないですね。はい、今もうストレージがいっぱいなので何も、はい、取れないので、とりあえずこの周りのものをこう拾ってなんとかしないといけないんでしょうけどね。はい、とりあえずストレージにどんどん入れていきますか最初。はい、ウォーター、ウォーターボトルとか、まあここで作れるんでしょうけどね。オキシゲンはコバルト2で作れるからね。コバルトだけをとりあえず取り出して、
でも、はい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 、分かったよ。そこまで言うんだったらコバルトでもオキシゲン作っとくよ。でこれがある程度終わったら探索行きましょう。まとめて作れないのかな。こんなだけ水いるかっていう話だけど、はい。でこれでまあ飲んどいて、まあこれで一旦行ってみますか。なんかエアーの方が必要っぽいけど、まあいいか。じゃあこれでちょっと探索行きますね。あと何を作れるんだ。何も作れない。オキシゲンタンクいいね。コバルト、コバルト、アイアンマグネシウム、まあいいわ。さあ、じゃあ探索しましょう。これで結構探索できると思うんで、やっぱりこう外観をまず知るっていうのは大事だと思うんでね、これでどういうことができるのかがある程度わかる。ただ M を押してもマップが開かないからね。ラン、シュートラン、インベントリー、タブ、F、トグルライトチップ、うん、何もないからね。はい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 。あ、体につけるものもあるのか。なるほど。まあ、そらあるか。で、これ、どこまでのマップが実装されてるかもありますよね。はいはい、やばい。トンみたいなね。意外とこれ進行が早いからな。そんなにいけないかもしれないけど、とりあえずこれね、歩いても走ってもね、あー、ヘリどうなんだろう。歩く、走る、あー、やっぱり走った方がまあヘリは早いのか。まあそんなことないよね。そんなことないな。とりあえずこっちに行ってみますか。こういうところにオキシゲン入ってないかな。あー、水は入ってるのか。なるほどな。さあオキシゲンロー、割とどんどんいける感じかな。意外とオキシゲンをかなり意識しないとダメ。めっちゃ来たけど、まだまだいけそう。まだまだマップある？大丈夫？まあ最初からこんな遠征してるやつ珍しいんだろうけど。お、なんかあったぞ。お、なんかキッチンみたいなのがある。お、いいね。ここ入ったら、え、入れない。やばいな。O2 やばいかな。なるほど。お、なんか植物あるぞ。シード一応もらっていくか。これもう帰れないから第2の基地とかあった方がいいよな。多分帰れないと思う、ここまで来たら。さあ、あそこになんかあるな。丘上に行ってみようか今度。さあ、マップがわからないから大体で帰ってるけど、多分こっちだったよね。え、こっちじゃなかったか。この岩裏ぐらいじゃなかったね。そうだよね。さあ、このちょうど帰れる感じね。ちょうど帰れたわ。すごくないこれ。計算してないのに危機能力あるよね、はい。なんかちょっとでもこのポットの中に入るとかサブノーティカっぽいよね。
全然そのジャンルは違うけど、でこのね酸素と維持するって、なんか舞台こそ違うけど、サバイビングマーズとかもこんな感じなのかな。水持っていく？はい、じゃあこれで、はい、じゃあ上にちょっと行ってみます。ここに何かあるかもしれないんで、その外敵らしい外敵がいないから何とも言えないけど、まあ、とりあえずここに行ってみよう。これは基地っぽいぞ。どこが入り口になるんだこれは。なんか夜になっちゃったけど大丈夫かな。お、あそこ入れそうだな。でもジャンプでいけないな。ここに行きたいけどね、できれば。まあまだ酸素はあるから、なんかこう謎の基地とかを探索する系なのか。それにしては入れないぞお、あ、ここか。おお、なんだなんだ、黄金のチェストがある。スーパーアロイ、あ、めっちゃなんかウラニウムとか良さげな鉱石があるぞ。全部取っちゃおう。すぐに酸素なくなるな、本当にこのすぐに酸素なくなる感じは何なんだ。まあ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 、あと2つもうちょっと探索できそうだね。これはこれで終わりなのか。こっちから行けんのかな。そもそもこの中に入れなさそうだもんな。なんかグラフィックが言ってるわ、ここに入れませんよって。なんかサブノーティカのね、宇宙船の上もこれ、こういうハリボテなグラフィックだったんですよね。ちょっと荒い感じの。こういう時って大体入れませんよね。ただなんかちょっと丸いところが気になるんだけど。まあとりあえず一通り探索してみて。ここの中だったらなんか入れそうな気がするんだけどな。でもこれジャンプができなさすぎて入れないんだよな。なんかグラフィック的に入れなさそうなんだけどな。あ、なんか入れたあ、しまった、やば、あぶねー。うわー、なんかこれサブノーティカでもあったけど開発者の裏側行っちゃったわ今。はい、帰ってきました。で、シリコン、なんか作れるものも少ないんだよな。マイクロチップとか。あ、バックパックね。アイアン2つでバックパック作って、やっぱオキシゲンタンクを作らないとダメなんでしょうね。ということで、チタニウム、あ、チタニウムあったのか。あ、シリコンもあんじゃん。マグネシウム、アイアン。だから、よし、これでタンク作れるんじゃない。あ、コバルト2ついるのか。アイアンマグネシウム、はい、バックパック、あ、バックパックを入れることによってサイズが上がる。ということはバックパックめっちゃな、アイアンだな。アイアンとなんだっけ、コバルトマグネシウムね。
あ、ここでなんか飾りできるみたいですよ。飾り、意味がないけど飾り。これは何なんだ。ウラニウム、そしてアリディウム。なんかめっちゃいろいろ取ったけど、でいらないものはここに全部落とすか。じゃあとりあえずのいらないものはね、はい、ちょっと邪魔だなでこれで、あ、意外と維持してんな。タンクはいりますよね。オキシゲンキャパシティが上がる。これを装備するといいのかな。で、あとバックパックね。バックパックはいりますね。あ、これでもあれか、2個入れたら容量が上がるわけではないのか。しまった、そうだと思っていたが違ったわ。で、あと、じゃあシリコン、シリコン、マグネシウム、マグネシウム、マイクロチップとか作らないといけないよね。とりあえずコバルトか。とりあえずコバルトを作ろう。お、なんだ、居住スペースみたいな感じかこれ。違うのかな。違うか。お、なんだなんだなんだ、なんか面白そうなとこ来たぞ。お、あー、ここやっぱ減るのか。ライトがいるな。しゃがみがないからこれ以上奥に行けないな。てか何もない、ひょっとして。あ、なんかトンカチで叩かないといけないってこと。トンカチは叩けませんよって出てるけど、ここだけなんか電気ついてるんだよな。何にもなかったな。何もないな。これはなんだ。なんかあってくれと願いながら何もなかったな。うん？これだけか。さあ、じゃあ、あ、でも向こう何もなんか探索しても意味がありませんよゾーンみたいな感じじゃないこれ。ねえ、そんな感じする。あ、危な、エアー見てなかったわ。探索しても何もありませんよゾーンに突入してるぞこれ。もうちょっとなんか建物とか建てられるのかと思ったけど、建てられなさそう。お、なんか洞窟に来た。ここになぜ自分がいるのか、その意味こそわからないが。わあ、なんかそれなりに雰囲気のあるところに来たよ。天井から砂が漏れてる。お、なんだ、なんかダイヤモンドみたいなのがある。ダイヤモンドっていうか、あの、あ、これイリジウムか、さっき取ったぞ。でもここのイリジウムは貴重なんじゃないか、結構。アイス、一応イリジウム持っていく？せっかくなんで。めちゃくちゃイリジウムあるじゃん。イリジウムはやっぱりここまで来ないといけないんだろうな。まあそういう、まあ地形によって特有のものがあるっていうのはまあありますよね。でもイリジウムを取ったところで、じゃあ何をに使うのっていう根拠はないんだけど、なんか綺麗だから取ってるみたいな。ここはイリジウムがたくさんあるとこですね。お、ボックスがある。
いや意外とないんかい。アルミニウムもある。まあ一応じゃあ持って帰る。アルミニウム、コバルト置いていく。コバルト、アルミニウムもらっていく。アルミニウム普通に取れるけど、アルミニウム、コバルト、イリジウムありますね。ここはだからこれは下世界だから、じゃあこれ作りますか。とりあえず一通りクラフトしましょうか。シリコン、シリコン、マグネシウム、マグネシウム。んでさっきの戦艦あれ壊すところあったから、それですね。次にやるのシリコン、マグネシウム、シリコン、シリコン、マグネシウム、マグネシウム。なんか追ってそうだけど、シリコン、マグネシウム、マグネシウム、あと1個シリコン。あった、これで作れる。はいはい、作れました。でここにある。であと1個ライトね。シリコン、シリコン、あれこれも一緒か。シリコン、シリコン、マグネシウム、シリコン、マグネシウム。だからシリコン3つ、マグネシウム3つね。 OK。ものすごくいいです、簡単で。あ、間違えた間違えた、間違えた。いらねえの作った。ライト、ライト、シリコン、シリコン、マグネシウム、マグネシウム。こんだけなんか、まあデモ版だろうけど、だからだろうけど、わかりやすくね、すべての材料があるって。でそう遠く行ってないけど、なんか希少素材も手に入れられたっていう、なんかね複雑な気がしますよね。マイクロチップコンストラクションで、これで多分ビルドできると思うんで、はい、それがですね、ビルド9キーなんで、9キーでこれで、はい、いろんなものが作れますよって言ってるんですよね。なんで、作っていきたいと思うんですけどね。ベースビルディング、こういうのをこうどんどん作っていかないといけないでしょうね。だから結局ここのクラフトもするけど、はい、ビルドしていくね。だから最初にだからこの外国骨格部分を作らないといけないでしょうね。プットドア、階段とかあるん でリビングポットとかもあるんで、アイアン、アイアン、チタニウム、まあとりあえずこの辺のを買っていって、あ、マグネシウムいらないかよ。アイアン、だからあの基地にいろいろ、まあ素材をが手に入ったのはまあ意味があるんでしょうね。まあここのものを取ったところで多分そこまでね作れないだろうから。でこれでここにちょっと作ってみます。これをどうやって作るんだろう。あー、これでもう作れるのか。はいはい、作れるっぽいですね。じゃあこれで作りましょう。でこれで多分扉を作らないと入れないっていうことでしょうね。はい、どんどん作っていきましょう。扉、アイアン、チタニウム、シリコンね。あー、まじ、あー、
やばいわ。あれ今やられちゃったのか。まあいいわ。あいや油断してたらなんかあれですね、作業に夢中になってた。シリコンとか取ってなかったかな。なんか取ってたっぽいけど、ここになんか置いてるっぽいけど。アイアンシリコン、チタニウム、マグネシウム、アイアンシリコンで、これで多分いけるのかな。そうですね、はいはいはい、ダンと。あ、でここでエアーでいけるから、あ、なるほど、これで拠点はまあ作れるっぽいな。だ結局どこかこれ拠点置いたらいいんだろうけどね、ここじゃなくてね。まあでもとりあえずこの多分周りからやるのがセオリーなのかなと思うからね。どう思います皆さん。とりあえずここでいろいろ作っていきましょうか。まあデモ版なんでね。はい、で内装もこれいけるんだろうな。ただこれつなげることできるのかな。アイアン地帯に、ちょっと待って、アイアンチタニウム、これででかくできるのかな。ああですね、できますよね。はい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 、なるほど。うわー、なんかこれほんと火星版サブノーティカだな、このなんか建物といい、言っちゃ悪いが。でクラフトステーション、この辺も建てつつ、スクリーンもやりつつ、はい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 、とりあえずファニチャー家具ね、はいはい、マシーン一通り置いてみますか。なんか台が作れるからな、ファウンデーショングリッド、なるほどね。意外とここの上とかにこう階段を作って、多分これとこれは合うんだろうな、多分なね。でここにまた新たに作れるんだろうな。だからここがちょっとずれてるんだよな。だこれを作っておいて改めてまあこれを作るとかね、多分そういうことだろうな。あ、これの上には作れないのか。あ、作れないんかい、おいそうかそうか。じゃあ結局そうか、まあいいわ、なるほど。でおしゃシャレオツランプ作っとく。シャレオツランプ、あー色を変えられるってことか、なるほど、はいはいはい、まあそれはいいとして、いいね。酸素が確保されるっていうのはだからちょっと酸素厳しめなんだね、いつでもできますよっていうことだったんだね。あれここ酸素、あれ、はい、まあどんどん作っていきますか。あとなんだこれ、シリコン、シリコンがめちゃくちゃいるな。まあ今はこれぐらいしか当然作れないんだろうけどね、こうやれることがまあ増えてくると楽しくはなりそうですよね。あれ、さあ、これは何なんだろうな。あ、クラフト、ああこれが作れるのか、はいはいはい、なるほど。さあどんどん置いていかないといけないんだけど、
もうちょっと広いスペースにしたいから、これをどんどん、これを作っていくか。ちょっと広くしようか。これほんと、なんか絶対にサブノーティカリスペクトしてるわ、このなんかやり方とか。ちょっとでっかい箱にします。スペースを作りますね。で、広くして、で、こういうのを作っていこう。アイアンアイスマグネシウムね。アイアンアイスマグネシウム、アイスはある。マグネシウム、どうなんだろう、本番も、あ、シリコンだった、まあいいわ。本番もあれなのかな、割と。もうちょっと鉱物とかシビアなのかな、配置とかが。どうなんだろうな。何これ、あ、コンテナか、ただの。なんか電気を通さないといけないとか、そういうこと？インフォメーション、テーブル、ソファー、ベッド、デスクトップ、アウトサイドランプ、ヒーター、ヒーターなんかどっかで見たぞ。まあいいか、とりあえずちょっと作ってみてだな。いずれにしてもまあ机いるから机置こうか端に置いて、でスクリーン置くか。はい。おお、まだ何もできないってこと？ビルド、電気が通ってないのかな。建物につけないといけないのかな、これ。こういうところに載せないといけないとか、そういうことかな。違う？違うっぽい。一瞬緑になるところがある。まあまあ、これ置いてみる。ああ、ノット書いてんな、エナジー書いてんな。何か電気を送らないといけないんだな。これだよな、多分ウィンドタービン、風の力で動く、そして電気を発電するみたいな。発電装置みたいなのがないと。置けねえ中も置けねえ。
ジェネレーション 1.2 エナジー、モニターなんだろうな、これ供給ちゃんとされているかとか、多分そういうのを見るモニターなんだろうけど。ドリルね、あードリルだからこれあれか、多分これあれだわ、採掘してくれるんだ多分。だからなんかエネルギーパックみたいな、 ここで作るんじゃない。オープン、違うな。イリジウムをなんか入れたらなんかなるとかないのかな。なんか作れるんだろうねこれ、多分入れられるものがあれば。こっちにこれドラッグドロップで、あー間違えた、もったいね、ドラッグドロップでできないんだよな。そうでね、ジェネレーション 2.4 今 1.2、1.2 で立てたから、でいるのが 1.95 だから多分これで、はい、賄えてますよという意味だと思うんですよね。はい、まあ、こうやってどんどんこう、まあ、部屋を作っていくと、でなんか畑とかもこれ作れるんだろうよな、なんかそういう楽しみだ。こういうのとかも多分学習していくといろいろ作れるようになると思うんですよね。ソーラーパネルとかね。ただこれ鍵がついてるからまだちょっとさせてもらえないんでしょうけど、さあまずは宇宙船から、まあ自分が落ちて多分乗ってた宇宙船から調べるっていう、なんかサブノーティカの火星版だななんかこのなんかね、幻想的な音楽、なんか音楽といい、なんかめちゃくちゃリスペクトしてるんじゃない。はい、でワーニングになる。はい、でここで、え、どっかで出てたんだよな、どこだろう。っていうか全然ライトつかないんだけど、そう言われればマイクロチップライト、え、これでつくんじゃないのこれライト。あー F か、であそこになんかボックスがある、気になるな。お、いいね、消滅した。なるほど、こうやって探索するのか。ノットエンプティ、え、どういうこと、開かないってこと。これもなんかぶち壊すとかそういうことかぶち壊、あーやばいやばいやばい、ぶち壊すのかな。ちょっとやってみようか、ぶち壊せるかどうか。いや、ぶち壊せ、え、あ、ぶち壊せる。あーなるほど、これで開くことができる。でも何も入ってない、何も入ってなかった。さあ他に何があるか。この辺りのものは破壊できるみたいですね。いいっすね、こういう感じね、どんどん破壊していって奥に進むってね。いいのかなこれ、破壊しちゃったけど今。あーなるほど、イリジウムとかが手に入ったってことか。いらねー、もう拾ってんだよな他のところで。ゴミだなゴミだわ。それよりもエアーとかが欲しいよな、できれば。うわー、いらねー、
お、ファブリック。これは持っていくぜ。ファブリックという新たな素材が手に入ったぞ。あとはいらねえのばっかりだぞ。ここにもあるな。ファブリック持っていく？今は多分何にも使えないんだろうけど。あとはもうこれ船内見たのかな全部。こう行って行ってこっちも行ったよな。何なんだろうなこの植物って。あとは何もないかな。これ開くのかな。さすがに開かないか。これはオキシゲン。ああ、レベルイエロー。まあ、まだ大丈夫。なるほどな。これだけか。これだけか、本当に。本当にこれだけか。あ、やばい。危ねえ。ここは寝るところでも奥の奥に行ってここになんかボックスがあって、あとはもう何もないのかっていうことだね。イリジウム、イリジウムもな、もうなんか大量に取れるところ発見したから今更だよな。ということで、あれどっから来たっけ。こっちか。さあじゃあ帰りましょうか。ここはこれだけかな。ピンポンパンポーン。はい、以上いかがだったでしょうか。まあ探索してね、建物をちょっと建てたぐらいですけれども、まあこんな感じで、はい、さまざまなことができるということなので、はい、皆さんもぜひチャレンジしてみてください。で、デモ版は日本語対応してないんですけど、まあインターフェース字幕日本語あるんでね、はい、の完成が楽しみということで、なんかね、サティスファクトリーっぽくもあり、まあ、あの再三言ってた、なんかこう、サブノーティカの SF 版みたいなところもありですね、なんかこう、親しみのある感じで、はい、2022年初頭ということで、Q1 なんでね、はい、まだまだ先ですけれども、はい、ぜひ、ウィッシュリストに入れてみてください。はい、皆さんもネクストフェスいかがだったでしょうかね、今回。まあ、たくさん多分遊ばれたと思うんですけれども。はい、まあ、大事なのは、今後、はい、それを、まあ、購入するかどうかっていうか、引き続き遊んで、製品版も遊んでいくかどうかっていうところが大事だと思うんですけど、まあ、ね、今回ちょっと4つしかできなかったんですけれども、またなんか、レポートしていく中で、面白いものはどんどんね、引き続きやっていければなと思っておりますので、皆さんもぜひね、ウィッシュリストに入れたものを購入して遊んでみてください。ということで、ネクストフェスを遊ぼうでした。また、明日には週刊スチーム通信、動画あげるので見ていただければなと思います。ユーロでした。バイバイ。一冊 OK。ヤーモッちゃん、ヤーモッちゃんゲット。ヘイ。おお、あれでも、なんかロックマンっぽいボスだな。